バーミンガム、英国、共同、バドミントンの全英オープン第3日は14日、イギリスのバーミンガムで各種目の2回戦が行われ、シングルスで女子の山口茜、最瞬間制約書、が対戦手を2対1で破り、準々決勝に進んだ。男子の渡辺孝樹、リプロジー、はフランス選手に2対0のストレート勝ちで8強入り。西本健太、 J テクトは東京五輪銅メダルのアンソニー・シニスカ・ギンティン、インドネシア、20対2で敗れた。ダブルスは女子の宮浦玲奈、桜本綾子組、ヨネックスが準々決勝進出。男子の北木拓郎、小林優吾組、戸波運輸は岡村広木、三橋健也組、ビプロジーとの日本勢対決を2対0で制した。